この自民党の裏金問題をめぐり国民民主党の新馬和也幹事長は誰も責任を取っていないと批判しました国民民主党の新馬和也幹事長は静岡市内で開かれた県連の常任幹事会に出席その後自民党の派閥をめぐる裏金問題について誰一人責任を取っていないと批判しました 静岡にもです、ね、関係者がいるということは、ぜひ襟を正してほしいと思いますし、誰一人責任を取らないと、あの派閥の解消すればそれで済む話ではないと思います、他の政党から追及される前に、ご自身が身代わ方をです、ね、明確にするということが大事なんだろうと思います。